にマイキングだと。はい、皆さん大変長らくお待たせしました。令和一発目のホットライン令和初ホットライン開催したいと思います。どうぞよろしくお願いします。いつもホットラインご参加いただいている方はご存知かと思います。初日がいつもどうしてもあんまり参加数が少なくて、その中でもまあ楽しんでいければなと思いますので、今日はどうかよろしくお願いします。今日担当します、まあ一旦今日っていうかいつもホットライン担当している山田と申しますので、お願いします。で、今日、2組ご参加なんですけれども、まあ、お二組でもせっかくやったら楽しみたいなと思って、スタッフ全座で2人歌わせていただきますので、あそこも含めてちょっと生温かい目で見ていただければと思いますので、よろしくお願いします。でですね、今日、北村義行さんという方が出られるんですけど、いつもビートルズに歌われるんですが、ちょっと違う J-POP の曲を今日1曲歌われて、それに僕も感化されて、あんまり歌わない昔の J-POP の曲を1曲歌おうかなと思います。ゆいさんっていうちょっと可愛らしいアーティストさんがいらっしゃるんですが、その人の夏にふさわしい曲1曲歌おうかなと思うので、生温かい目で見てください。サマーソングという曲です。
せっかくのでスタッフ全座第2弾が続きますので変わりたいと思います。